になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと、もう戻れなくたって忘れないで。そう、綺麗ね。色々ある。うん、色々ね。うん、開いてみましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。わあ、すごい。すごい。日本のものがいっぱいある。うん、そうね。わあ、かわいい。かわいい。こけし、こけし。うん、すごい。素敵。いいよ、すごい。これはベネクイで作ってるバッグ。わー、ありました。これ1枚のものか、このあ、それを選んでて、そうそうそう、こういうふうに包んで縛って、こういうふうに。わー、すごいよね。うん、そう、すごい。こんな、こんな簡単に持って、シンプル。うん、うん、シンプルだけど、すごいおしゃれになってて、すごくおしゃれね。次は、靴下だ。下がかわいい。もう会いたい、これ。うん、すごくかわいい。ひらがなの靴下もあるよ。日本っぽいよね。そう、これ富士山。うん、富士山。うん、わー、すごい。色とりどりでおしゃれだよね。うん、あ、こっちにはセンス。いい、センス。暑い夏には、うん、必要な。あ、入れ物も。あ、すごい、入れ物もある。すごい、セットね。おー、素敵ね。知らなかった。わー、これは何ですか。これは日本の筆ペンです。あー、綺麗だね。え、使い方、あ、もしよかったら使ってみてください。 ありがとう。すごい、すごい、いろいろね。まあ、なんか着物の絵が、うん、そうそうそう、の似てるね。確かに。うん、みたいに来てもらって試されますか。うん、はい、ありがとう。じゃあカバン。はい、あ、ありがとうございます。はい、どれが、まあ、多分黒がいいね。はい、これは、うん、はい、ちょっと買いちょっと待ってね。はい、うん、こんな普通の前は閉めてるように見えますし、閉めなくても。あ、こっちも大丈夫。前はね、開けたままでこうやってズボンに合わせてもらって、ジャケットみたいに着てもらって。素敵。一回ちょっと、はい、見たい。あ、ありがとう。あ、ここにも鏡。
ありがとう。わ、すごいね。後ろにも絵があって、前にも絵があって。わー、すごい。秋のためにがいい。そうですね。うん。色も。そう、こんな感じ。わあ、すごい。やったから、切る。切るは簡単ね。普通のジャケット。そう、これは買いましょうか。そうで買おうか。綺麗、可愛いですよね。綺麗な、おしゃれっぽい。がいるね、はい。はい、ありがとうございます。では、それ買います。